あれ言ったんだろ、その木だけ木に来たから、うん、あのかぶるからって、うん、木がかぶると嫌だもんね、うん、うんと来たよ、枝だけの人だよ、うん、言ってんだろ、木邪魔だ、木でよってだ言ったんでしょ、だからうちも草ぼぼって言ったじゃん、やってみたとこ、うん、草ぼぼさん何クソかんなんで、注意が払ってんだよって、うん、今から火事だ、火事なんかどうするんだって、責任取るのかって、うん、だからそういう限りだとね、それで火災とか起きたらね、そういう行政責任になるからね、うん、そういう管理者のね、管理が悪いって、あれ今年こ、今まで来たことなかったけど、来たよね、うん、言ったら、うん、ここいつも来てくんだけど、どうしてないって言ったら、なんかゴチゴチ言ってたけど、管理が違ってんだ、うん、管理が違ってんだ、駐車場だから、前は切るじゃん、フェンスのこっちとこっちは管理が違ってきたんだよ、なんだ知らねえけど、だってフェンスの外なんだ、あの草がボーボー入ってるの、うん、内側はあれ張ってあるから入れねえもん、引くぞ引くぞ引くぞ、ああやっちゃめなっちゃったよくあのピーってあんないね、やっぱ切り間つけたわそりゃそうでしょ、だって行くんだもんね、うん、あと2分しかない、あと2分です、見てないってことだろ、見てないってことだよ、まだ初めて気がついたね、チャリが来てるっての、うん、そんなに急いで行きたいもんかね、分かんないけど、知らないかって、知らないけどね、うん、人のことは分かんねえよ、で同じだね、あそこ急いで行ったって、ね、うん、こっちで赤なんだ、まあ、だからそんなに何も考えてんのことだね、うん、え、うん、だから事故るんだよね、変な事故起こすんだよね、うん、人のことは分かんないけどさ、うん、こんないい車なの、今回見てたわ、ここで見えるものだって、うん、来てるのが行く前に、うん、すげえバスの行く人いねえやな、来る人は行くかもしれないけどな、うん、千葉駅の方からな、こっちから行くとすれば飯食いに行くとか飲みに行くとかしかねえもんな、うん、だからもう行く人はいない、回数出してもしょうがないから、ちょっと走らせて、うん、回数出してもしょうがないから、そう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 、
当然道帰り道だからね、うん、もしかしたら一人ぐらいいるかもしれない。自分に立ってるからいいかもしれない、うん、こんだけ各仕事でなサービス業があるんだから終わって帰るから、ね、これお店と動かしが住まいかい？繋がってんのか？あ、全部お店だけか、ここお店だけで？ここに住まいないってこと？住まいないんだ、お店だけだ。帰ってきてるんだ、うん、あとは値段よ。一人ぐらいはでも泊まるのが御用心だから。泊まらでもいい思いだから。そりゃそうだな、売り上げ券持って帰っちゃえばいいんだもんな、うん、置いていかないでな、うん。でも釣り船、チャラ船は置いてあるんだろうからな。チャラ船もね、うん、だからいないっていうのは分かれば入る人いるわな。いいもん、だから入んないんじゃないの、ロッカーらしい。ただダメは大した金がねえから入んないんだよ、うん。だって個人タクシーがあの釣り船コンソールのところに置いてあるじゃん、うん、あれかっぱられるっつうんだから、うん、やっぱり、これでかっぱられる方もちゃんと偉いんだよな、後ろの三角バーなんじゃいう、うん、あれを割るんだって、うん、ガラスで割ると大変じゃん、だから分かってるんちゃうか、分かってんだよ。だからコンソールのとこにチャラ線があるっていうの知ってんだよ。十円で行きます。そこから14円足りないってこと？一人。なので、あの100円プラス。ああ、私カレーにすればいい。で、個人タクシーの車庫の中は誰もいねえもん。ですし、もっと言うと、竹山さんの組合の近くに置いてんだ。自分家じゃなくて。このボンのちょっと。まさかのちょい足らず、手持ちのお金では途中下車せざるを得ない事態に、返すまいすも悔やまれるのは繰り返された。住んでるのは所沢のに住んでてよ、で車庫のだからなんだ、個人タクシーの組合のある近くに車庫を借りてるんでしょ。だからそこのところのアパートを借りてんだもんな、うん、でそこに住んでることになってんだもん、うん、あれもおかしいだろ、おかしい、うん、おかしいんだろうって言ったらしょうがねえじゃん、それが通っちゃってんだから、うん、だからナンバーはそこの車庫で取ってるから結局はあのそのアパート借りてるところで住んでることになってんだよね、住所はね、ナンバーあの車検証は。実際には積んでないんだけど。
だからそこまで自分の車で通ってきて、それで乗り換えるんだ。自分の車出してそこに乗ってきた車入れて、そこはしょうがないよな。そこみたいなもんだから、うん、なんであそこまで行っちゃうかね。もう手前で止まれんのにね。ああいう停止線とか書いてあっても気にしてないんだよな。あんまり気にしないだろ。最後のチェックポイント、甲府の甲府城跡に到着。日本百名城の一つ甲府城、武田家滅亡後、豊臣秀吉の命により甲斐を治める新たな拠点として安土桃山時代に築城。ミッションは時間がかからないものである。これはハイブリッドだから少し高いのか。いや、高い。うわやった。何、富士山バックに記念撮影。よーい、やったー。待ってる。選手台が今でもここや。全部遠いな。ちょっとあんま階段多いな。階段が上がって、ちょっとやばいですよね。中入る。行こう、行きましょう。この人は3人で行かないでいいの。大丈夫だ。なるほどね。この先右折専用レーンが連続します。でも誰もいないから真ん中に来たね。最初真ん中行こうと思ったけど、ちゃんと車線で真ん中に来たね。誰もいないから。普通はこうでしょ、うん、普通はね、うん、でも心が開けてると刑が無理に突っ込んでくるんだよ、うん、俺はわざといつもこう真ん中、うん、だからそういうのこうやってわざとゆっくり走ってるね。真ん中走ってる、うん、あれ勘違いしてるよね、うん、あの信号のところはほら右折があるから2車線になってるけどさ、うん、その手前までは1車線だもん、うん、並んでればしょうがないよな、うん、まあ、でもね、まっすぐ行く人は左が入っていくけどよ、うん、歩いてる時も分かんないな。手が頭突っ込んでるこの入ろうとしてるよね、うん、俺別に右折のウインカーつけてませんよってなんか知んねえけど、あれ部下はどうするのかね。悪いでしょ、突っ込んできた方、うん、一車線だもん。一車線だもんね、うん、でも本人はなんか向こうでこうやって何でお前右読んでた顔してるからさ、ザバザバって顔してるから理解してないんですよ。理解してないんでね、うん、みんながやってるから俺もそこないでしょそう言ったいんでしょ。じゃあみんな赤信号で、いや、あそこほら右折が多いじゃん、うん、ほんと真ん中並ぶと左がみんなずっと行くじゃん、うん、だから結局はほらそのあれがあるんだろ。だから俺はまっすぐ、俺はまっすぐって言いたいんでしょ。知らねえと思って俺もまっすぐ行くってこの先で真ん中が並び、大人だって左を言うと言うとっていうもん。並んでなくてもあくに言ってると2人が結構綺麗さ強引突っ込んでくるからさ、あれ何なのかと思って。ああいう全然何ない状況でも、だから その人はだからあれだろ、行けると思ってんでしょ、うん、通れるから、うん、行こうとするんで、それいるよ軽に思ってね、うん、自分の車が小さいから。これ普通車だと行きたくたって行けないじゃん、うん、真ん中にいれば、うん、ま、真ん中ってあの道路の真ん中ね、うん、森君ね、社外の人に上司の名前を呼び捨てでいいんだぞって教えたの。そうね、そしたら森さ、部長も一斉にしてた。もうまた新人だな。いやー、森は丁寧に育てねえとな。 JP も植林後の草刈りから枝打ち、伐採などを行い丁寧に森を育てています。大きく育つよ。家族してるな、すげえな、うん、家族してる、家族してる。家庭の貸し付けをお使いではありませんか。家族してる、発火の危険性があります。押し入れの大きなど今一度ご確認ください。待てってやがって、こんなに先進まねえだろ。アクセル踏んでいってっからね、まだいい、うん、あれをなんかモサモサモサってやってないと腹立ってくるけど。この頃前入ったけどブレーキ踏まなかったじゃん、うん、年中やってるから上手なんだよ、うん、ああいうの。
ボスなんかしなくて、まだなんかグワッと来たら俺にはまたまたってて、うん、どうしようどうしようってのがいるじゃん。だったら来んなやって。ああ言ってもしょうがない。判断力がね。判断力がねえんだからここやんじゃねえって。言ったときはね、空いてるから行きたいんだよ。これだって全然合わなくて、来てないから。いや、運転の重量もねえくて、変なことやんじゃねえ、この野郎って。見たくなるよね。できなくてやんじゃねえよって。だってここだってみんな分かってるから行かないんだよ。行かないんだよ。あの件はもっとずっと一番、あの、西圭さんとか一番真ん中来たんよ。ずっと来たでしょ。うん。新しい感性。私らしさ、それが豊かさ。ブリリアン東京建物。で、あそこで早いで頭が赤、真ん中来たんよ。で、こっちはまた、よったまた、よったまた行けねえから、もう来たんよ。もう行けないの分かってるから。はい。業界最高水準のサービスで、電気自動車が連結した。朝に晩に走ってんだろう。だと思う。事故対応の満足度も。気持ちは分かんない。つまり、なんか、なんか、なんとかお世話いるからね。安心も安さも進化する。車、保険、SBI。SBI 損保。法人契約もネットで完結。子供はもう小学校行ってんだろう。子供行ってると思うよなあ、うん、一番最初の子供は、うん、だからホテル出てんだよね。で金稼いでね、うん、シンクロ待ってたもんね、うん、だからそんなに真面目なんだろ、子供いるから、うん、あ子供が大きくなればやらせて待って、こんなの子供がまだあれなうちはめ、浮気とかなんかやってらんねえもの。やってらんねえもんね。うん。いろだったの。自分はしたいんだろうけど。うん。二人かそこらいいんだもん。だから、そっちの方が大事だろ。神社で御朱印をいただくとき、その距離およそ 2.5 キロ。